A flight from Tokyo to Kyushu in the south of Japan takes about 90 minutes. From there by car, another 2 hours to Jun Aoki's Mamihara Bridge in the middle of rice fields. I got up early, wanted to be back the same day. Waiting for my coffee, I looked through Aoki's catalogs again. He's a vivid writer who wanted to study French literature before he changed his mind and became an architect. I liked the idea that he could design contemporary structures like the building for the fashion house Louis Vuitton in a big city, and at the same time, a little bridge at the end of the world in rural Japan with volcanoes rumbling nearby.橋は道の延長として考えられるものですけれども、この橋は道が町の中を通ってきます。で、その道が川にぶつかる。で、そのぶつかったところで橋が上と下とに分かれます。で、上の方に橋は車が通ります。で、下の方の橋は人が通る。で、これがずっと向こう側に行って、繋がって、それはまずっと一つの道になっていく。そういうふうにして作られている橋です。 である意味でこの橋のデザインではその道が単に2つに分かれるということだけをここでやっています。しかし多分橋っていうのはこの川の上で道が渡るというだけの機能なんです。ですからそのことだけでどれだけ橋が豊かなものになるかということをこの橋でやってみようと思いました。 今では日本と例えばヨーロッパの建築との関係っていうのはもうあんまり違わなくなってきてるところが多いと思います。でももしそこに日本の特殊性があるとすれば、日本には建築を一つのオブジェクトとして考えるというよりは、そこにある状況であり環境であり、そういうものに対してそれをどう変えるか。 必ずしも作品を作ろうっていうのじゃなくて、あるいは個人の中にある一つの考えであったり、それから一つのイメージであったり、その実現というよりもいかに現実的な世界をコントロールしてそれを変えるか、そういうことにより関心があるのかもしれません。これは多分設計をする上での一番最初の姿勢というのか、そういうところに Aoki was born in 1956 in Kanagawa Prefecture, graduated from Tokyo University, and worked 7 years at Arata Isozaki's office. In 1990, he established his own practice. 橋は普通の道路と本当同じような構造でできています。だから、すごい重くて、ある意味では建築的な繊細さから考えたらすごく格好の悪い構造体です。だけど、それの構造を僕は変えようとは思わなかったんです。っていうのは、僕たちの普通の身の回りにあるもの、というものを、そのものが、ちょっとしたことでどれだけ大きく変化するか。 現代、日本で建物を作っていく場合に、やっぱりこの中で、田舎の場所で、現代的なことをする。どういう意味があるかって、やっぱこういうところでやると考えざるを得ないんです。で、僕が思うには、ある意味で言うと、すべての自然と思われているものは、ある意味では人の手が入っている、人工でもあると思うんですね。完全な自然の中に建物を作るってことは、また実はない。 だけど僕たちが人間がこう何か作るときっていうもので、モダンの考え方っていうのは何をできたか、それをすごく論理的に考える、論理立てて考えてっていうことをやったってことなんですね。で、この橋もそうなんだけども、ここにどういうものが合うだろうっていうような発想じゃなくて、ここに最低限必要なことは何なんだろうっていう発想で作る。で、それはすごく物事を還元して、 単純化して、すごくシンプルなものにして、とても強いものになります。だけど、そういうふうにはっきりとこういうものがいいんじゃないかということを単純にやっていく。それは結果としてすごくモダンのアイデアになりますし、
で同時にそれが、田舎の風景と結果として合ってくるんじゃないかっていうふうに思います。Watching Aoki standing on his bridge, it was not difficult to imagine that he could have been a poet or a writer, as was his first intention. But it was difficult to think that in a few hours we would be back in the concrete jungle of Tokyo. Aoki says that all objects that are considered to be natural have already been, in one way or another, modified by people. Everything is artificial. When we left, some villagers sat down at the lower part of the bridge.Started to talk, enjoyed the river in the afternoon breeze. They laughed, had a good time, and none of them were thinking about contemporary architecture.